でしょうか。今日は、初めての、オータムルックブックということで、秋の私なりの、コーディネートを初めて撮ってみました。結構系統が偏っているかと思うので、ちょっとその系服の系統が違う方はやっぱりあんまり取り入れにくいかと思うんですけれども、自分で組み合わせ考えて、これにはこれがいいとか、これにはこのカバンの方がいいとか、ちょっと甘すぎるからとか、いろいろね考えて作ってみました。なかなか難しかったですね。やっぱりポージングとかも全然わからないですし、まあ自分なりに頑張ったので。オータムルックブックって何っていう方おられると思うんですけれども、海外の YouTuber の方が結構載せておられるので、パソコンでオータムルックブックとかウィンタールックブックとか調べたらいっぱい出てくると思います。でも、ね、皆さんめっちゃおしゃれで、編集も撮ってて、もう背景までなんかおしゃれ、すごいなと思うんですけど、言ってる間にアウターが必須になる季節になると思うんですけども、秋から冬に移行する微妙なこの時期のコーディネートを撮ってみました。なのでアウターはこのルックブックは着てないんですけど、別にアウターを合わせても冬にも秋にもいけるコーディネートで考えてみたので、ぜひ参考にしてみてください。この撮影で着ている服は全て最近冬支度と称して購入したものになっています。結構お気に入りのものばかりというか、すべてお気に入りなので、参考になれば嬉しいです。初めての試みなので、不慣れ感が否めなかったかと思うんですけれども、着回しが効くものを今回結構考えて買って、かれこれ1時間この店にいるんじゃないかっていうぐらい居座って、めっちゃ鬱陶しかったかもしれないんですけど、考えて買いました。私自身、暗い色、地味な色、渋い色が好きで、だからタンスにある服って結構白とか黒とかグレーとか青とか緑とかも暗めの色が多いんですけれども、今回はピンクのズボンパンツ、ワイドパンツに挑戦してみたりとか、あとヒョウ柄のものを初めて自分自身購入して、ファーのポシェットを使ってみたりとか、ちょっと変わったズボン、メリー・ジェニーのやつ、あれはインスタグラムで見て変わったデザインやなと思って店頭で見て試着して、気に入って買いました。でメリー・ジェニーは日本に店舗しかなくって、東京と大阪梅田に2店舗になっていて、希少価値じゃないですけどいいなと思って、個性強いんで、あそこ全部は着れないんですけど、ああいうちょっと地味やけどこう裾だけフリルとか、ああいうのが結構好きなんで、また気になった方は東京か大阪の方で購入してみてください。基本的に今回のルックブックほとんどカスタネの服を使っています。このタートルネックもカスタネのもので、これすごい着やすくって、色違いでグレーも購入しました。微妙なこの時期、毛がもう長いし、アウターから出るしとか、そういう時期に少しでも参考になったら嬉しいなと思います。で、結構服をの系統を迷走してて、やっと今落ち着いたかなという感じですね。最近はね、時はお腹出てるやつとか着てましたけど、冷えますよ、あれは。はい、おばちゃんになりました。はい、というわけでオータムルックブックでした。インスタグラムやツイッターもやっておりますので、よかったら、概要欄の方にリンク貼っておりますので、チェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。